はい、こんにちは、松岡です。今日はですね、なんと、再販されたプラレールを買ってきました。ほとんどね、今お店にないから、次の入荷待ちみたいな感じだったんですけども、とりあえずね、ニュースできたんで、今日はこちら、西武鉄道9000系をね、紹介していきたいと思います。はい、こちらのプラレールはですね、西武鉄道の9000系のプラレールなんですけども、こちら昔販売してて、それが人気で、こちらのプラレールだけ再販されたって感じですね。じゃあちょっと開封していきましょう。はい、ということでですね、開封してみました。まだ袋から開けてないんだけども、めちゃめちゃかっこいいんですけど、めっちゃいいわ、これ。あ、すげえ。ちゃんと区間9001。9201、9101ってちゃんと書いてあるんだね。あー、屋根も全然違うわ。じゃあちょっと袋から開けてみたいと思います。ということでね、開封いたしました。さあ、先頭車から見ていきましょう。急行飯能行きですね。なんかシールが貼ってある。これ何のシール？全く見えないんだけど。これ何のシールこれ？はい、シールが貼っております。いやー、非常にかっこいい。非常にかっこいいよ、これ。わあ、側面もほとんど同じ。ほぼほぼ同じだね。ま、使い回しなのかな？使い回しじゃないよね、これね。はい、屋根はこんな感じ。ちょっと指紋がついちゃったよ。ベンチは下から入れるタイプなんで、新メカじゃない方ですね。中間車。うわあ、パンタグラフもそうそう。あれ、でもパンタグラフって今これだっけ？あ、今シングルアームなんだ。ちょ、覚えてないわ。え、すげえ。めっちゃかっこいいんですけど、中間車、そして後尾車ですね。はーい、かっこいい。西武線のプラレールはね、そもそもそんなに製品としてはされてないのかな。9000系と、スマイルトレインと、あと、レッドアローか。レッドアローぐらいと、あとあれか、新2000系、あの4つぐらいだよね。という感じでですね、はい、こちら、黄色い電車、西武鉄道9000系を手に入れたんでね、これからレイアウトを作って走らせていきたいと思います。はい、という感じでですね、レイアウトを作ってみました。今回は新2000系と西武のレッドアローと、そして今回購入した西武鉄道9000系をね、同時に走らせてみたいと思います。じゃあ、
という感じでですね、西武急線系の走行動画でございました。若干ね、遅かったんだけども、電池をね、後で入れ替えてね、走らせていきたいと思います。2016年の12月の27日には、西武急線系のね、赤色バージョンもね、出る予定なのでね、まあ、そちらもね、ちょっと僕は楽しみでございます。西武線急線系の Amazon のリンクはね、下に貼っておきますんで、興味のある方はご購入どうぞ。ということで、今回はこれで以上でございます。サビのあたりで気づいたふりして